聞かせるトレーニングパーソナル LB ジムではメンバーの方の体の変化を動画で撮ってるんですけども、それを見た方からすごいねっていい体の方がたくさんいらっしゃいますねなんか言われるんですけども、確かに体の変化は聞かせるトレーニングの方が大きいですね。 LB ジムも23年になって最初の頃は高重量で普通のトレーニングやってたんですけども、それよりは聞かせるトレーニングの方が効果が早いですね。なぜかっていうと無駄がないからですね、重量を持つで体が良くなる人もいらっしゃるんですけど、それよりも効かせることに焦点を当てたトレーニングの方が体自体は変わりやすいですね。もちろん重たいものを持って楽しいっていう気持ちも分かりますから、それを自慢したい人とかは普通のトレーニングをやればいいんですけれども、体を変えたいっていう方だったら、まあ、効かせ方を学習していった方が早いように思われます。まあ、そういう意味でもメンバーさんが効かせるトレーニングで体が変わっていく姿っていうのは私自身は楽しいですよね。まあ、筋トレっていうのはやはり体脂肪を落として筋肉を増やして、まあ、健康的な体を作るっていうのが筋トレの最終的な目標ですので、重量を持つっていうのはまだちょっと離れてくるんですよね。まあ、その辺のことはこのマッスル TBLBC も見てる方だったらもうお分かりだと思うんですけども、いろんなトレーニングに対する考え方がありますので、まあ LB ジムみたいなトレーニングの指導をしてるところはまあ本当少ないですから、聞かせるトレーニングに興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ LB ジムの方にお越しくださいませ。